見事に真っ逆さまね。どのくらい落ちているのかしら。ここは大人の余裕でちゃんと備えておきましょう。地面に突き刺さって記憶を失うと困るから、今のうちに何とか元に戻れないかしら。 頑張れば行けそうね。<笑>勢いをつけて、えい。タイミングもいいわ。ちょうど地面が見えてきたわね。ネプチューンが先に落ちていた。 みんな大丈夫かしら。ノワール以外は無事に着地できてるよね。こっちは問題ない。まあなんてことなかったな。長く落ちた割には思ったより大したことはありませんでしたね。そりゃ多分ただ落ちたわけじゃなく変な空間を通ってたせいだろうな。ならここが雲の日傘、冥界の入り口、無事たどり着いたか。ほら、姫着いたって。お姫様抱っこが間に合ってよかった。ゆき、ありがとうございます。お姫様抱っこも意外と悪くないですね。もう、ゴーさんが急に押すからびっくりしちゃいましたよ。 怪我したら危ないですよ。すまん、俺は貴様たちが怪我するとは思えなくてな。むしろ押せと言われた気がした。<笑>結城さんもゴーも随分と変わりましたわよね。よし、みんないるわね。雰囲気的にここからが決戦よ。ねえ、 私の上にいることを忘れてないでしょうね。早く起きなさい。サイト流の力を見せてやる。まだまだ。シュッ。シュッ。カリカ流究極忍術。どうもすごかったでしょ。 狙い撃つ。そこだ。そこだ。狙い撃つ。本気でいくよ。 使っちゃうね。まだ戦える。 やったかしらっていうと、やってないものだけれど。まだ余力を残してる。この程度じゃ機械忍者と変わらないし。グッド、いいぞ。期待通りだ。なんだこいつ。殴られるのが好きなやつもいるにはいるが。フフ<笑>ミーは徹子とは違う。確かに使命もある。 別の願いもある。ミーが全力を出せる相手を探してこの次元に来た。アドン、スチームユニットオン。この時を待っていた。 you
くらえ。それしっ、私たちの勝ちね。もう変身できるほど力は残っていないでしょう。まだだ、ミーはまだ戦える。よう、もうボロボロ、これじゃもう無理なんじゃ。無理だと？ミーは諦めないと誓った。諦められるならこんなところまで来ていない。ミーはまだ戦える。かかってこい。かかってこいって言われてもな、もう動けないだろうが。先に行くぞ。動けぬ相手の言葉に付き合う必要はない。シェット、
見逃すというのか。ミーたちは多くの国を侵略し、シェアエネルギーを奪ってきた。行くよ。ね。出発。
終わったわね。